スプリンターは、トヨタ自動車が1968年から2002年まで、日本国内で生産、販売していた小型の乗用車、及び商用車の名前であり、カローラの姉妹車種であった。車両形式から、生産台数は、カローラシリーズの一部に含められていたが、日本自動車販売協会連合会調べの、販売台数は販売チャンネルが異なるため、カローラシリーズと分けられていた。 また、海外市場では、本社及び派生者がカローラとして販売されたケースも、ある。なお、本項目では、初代のカローラスプリンターを除くスプリンターシリーズの、基本型となるセダン、及び、トレノを除く四大名前のクーペを中心に記述する。また、この項目では、以下のモデルについても便宜上記述する。トヨタ自動車日本国内販売網年表も参照。 詳細は、スプリンタートレノを参照。発売当初は、萩原健一を起用する予定だったが、対麻取締法違反で逮捕されたため、すでに撮影を終えた CM、カタログは没となり、急遽フルや一行起用したフロントマスクもカローラ版と同じで、エンブレムが異なるだけだった。またスターレット版が FF 火事に3ドア HB とボディを共用するようになったため、 使い勝手とスペースユーティリティに欠けることもあったため、当時 KAP61 型スターレット5ドア版の代替需要もそれなりにあったためのディーラーサイドからの要望によるものだった。この5ドア版は当初ビジネススプリンターと呼ばれていた。スプリンターでのプレスドア採用は最初で最後。次の E110 型では E90 型と同じサッシュドアに戻る。フロントフェイスはエンブレムを除き、 カローラ版と同じ。版と同じリアサスペンションは板バネ式。エクステリアをグレードアップしたツーリングパッケージも設定。カローラツーリングワゴン相当のモデルはカリブが存在するため設定されない。ありがとうございます。